清川村道土山高畑線清川村道土山高畑線は神奈川県愛工郡清川村にある村道で未完成道路である。総距離は4722.5メートル。山林管理や宮ヶ瀬湖畔周遊路観光も視野に1971年から2000年までの宮ヶ瀬ダム事業の一環として修行されたが、2007年から2008年頃に工事は中断され、 通行は現在も不可能である。2011年9月現在、土山峠から8号橋、清川トンネルから終点、12号橋の合計3268.5メートルは完成しているが、残り1454メートルは未整備区間となっている。清川村道土山高畑線にあるトンネル。北側出口の目の前で道が途切れており、 宮ヶ瀬ダムに無階級な斜面になっている。ありがとうございます。